はい、今日の昼ご飯、今日はすごいよこれ。はい、自家製つけ麺、それでは今から食べていきます。この時間です、第4回。はい、今日はすごいよこれ。つけ麺です、つけ麺。はい、つけ汁、すごいよこれ。いただきます。この味玉がすごいよこれ。今日も6分。はい、とろとろ。まず味玉から。うん、うまい。これうまいよこれ。ちゃんとチャーシューのタレにつけてあるからめちゃくちゃ美味しい。でこれ見て、これ今日は鶏チャーシュー、チャーシュー作ったその煮込んだタレに鶏の胸肉を入れて蓋して置いとくだけです。もうふわ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 胸肉。うん、全然硬くない、むちゃくちゃ柔らかいです。今日の麺がすごい、これ太麺です。太麺湯がいて水で締めてみました。うん、このスープはこのチャーシューを作ったタレで作ったスープ、お湯を入れて味の素を入れて胡椒を入れて漬け汁作ってみて、むちゃくちゃうまいよこれ。うわ、最高このチャーシュー。うん、うまいなこれ。うん、トロトロ、おいしい。この太麺うまい、これ。よく、なんで、お楽しみはこれからだっていうのか聞かれるんやけど、僕のこの YouTube の名前が秋プロレスリングなんで、まあ、ちょっとでもプロレスを表に出したいわけなんですよ。僕はあの大のプロレスファンだから、小学校の時から。ほんでその言葉を、僕がずっと子供の頃愛してたハヤブサっていう選手がいるんですよね。もう今亡くなったんですけども、あの頸椎やって半身不随になって動けんようになって、もう今若いのになくなってしまったんですけど、ハヤブサっていう選手がいて、その選手は決め言葉に使ってたのが、お楽しみはこれぐらいだっていうあれなんですよ。それをパクってます。はい、パクリです。もう夜勤しながら決め言葉を必死に考えてました。どうもとかこっちはとか、普通の面白ないな思って。YouTube のチャンネル登録がなかなか伸びないんで、まあまあ必死です。で、ニラ投入、ニラうまいかどうかわからんけど、ちょっと野菜も食べなあかんからニラを投入します。ケニラ麺、
おもろい味になりました。もう鼻水とこっから出てくる汗でもうヒゲがなんか取れてきたんで、今剃ってきました、ヒゲ剃ってきました。でもつけるのめんどくさいからもう汁投入しました。もうラーメンです。普通のラーメンになりました。こっちでよ。チャーシューがたまらん、ほんまトロトロ。最近も常に家に置いてんねん。横にこんなうまそうなんがあるんやけど、これも食べたいな思うんやけど、これは我慢。はい、ごちそうさまでした。はい、ということで不定期更新の食べる男でした。はい、週に何回かは投稿したいと思うんで、またよろしくお願いします。アッキーでした。